こんにちは出会い場就活チャンネルの清水です今日はですねいよいよ8月を迎えましてですね24卒の就活生ですね何をしなければいけないかを今日お伝えしたいなと思ってますまずですね今日はこんな感じでお話しますこの時期から就活をすべきかどうかまあ、皆さん夏休みに入ってですねいやインターンだって動いてる人がいる一方でいやいやまだ早いんじゃねえかって思ってる人もいる次はですねインターン参加前にですね何を確認すべきか ですよねそして8月にすべきこととしては何があるんでしょうかっていうこんな内容になりますね。こんな内容になりますね。じゃあこの時期から就活すべきかどうか、まあ、皆さん考えてますよねもちろん早くから動いてる学生さんもいる一方でまだ清水さん早いですよって思ってる人もいるじゃあそもそもですね8月は就活すべきかどうかっていうとですねやはり就活はどんどんん早期化していますこれは皆さんも先輩から聞いてるようにですねどんどん早くなってますすすすそうるるととででねやっっぱり早め早めめに情報収集するってことが重要です。 そそれはそうですよね遅くよりよりも早くから情報収集すべきなんです、これ1点目。もう1つはですね自己分析や筆記試験対策はですねやっぱり時間がかかる、今からやっとかないとですね、まあ、皆さん、インターンシップ出たらそのあとっていうのは早期選考が待ってますからそうするとですねやっぱ対策をしておかないといけない、まあ、そういうことですから今から始めておく必要がやっぱありますよね。 早期選考につながることがやっぱり多いですから。まあ、早く内定がですね。欲しい人や余裕を持って就活したい人からすると、夏のインターンに行って早期選考を塗るってことはとても重要ですよね。そうするとですね、インターンがすべてがじゃないって思ってる人もいます。じゃあ、その人はどうすべきなのか。これです。いつもいつもお話し,しますけど、インターンシップに参加したところで、選考の時に、やっぱりあなたがですね、学生時代に頑張ったことを聞かれた時に。 まあ、自信を持って話せるできないようがなかったら困ります。そういう意味で言うと。他に頑張ってる活動、まあ、ずっと今まで頑張ってる活動があるんだったらね。まあ、いいですけど、ない場合はですね。まあ、自分が一生懸命何かをやるってことを取得必要がありますし。まあ、今続いている活動を一生懸命やった、このことも重要だってことですよね。まあ、そうするとですね。インターンの参加が決まっている人はどうすべきか。 インターン参加前に確認すべき事項は何なのかっていうとですねまずですね一つはですねあなたは何のためにインターンに参加するのかっていう目的をはっきりすることなんですインターンシップはですね前にもお話ししたようにいろんな目的がありますよねまず一つは、まあ、業界を理解するってこと自分が受け入れるとする企業そのものを理解すること自分の適性がどこにあるのか、まあ、この辺が重要それとですね早期選考に乗りたい、まあ、この目的によってですねやり方が違いますまず目的をきちっとしてください次2つ目ね 知りたいことや質問事項をきちっとまとめとく必要があるんですインターン出てねいやー楽しかったじゃなくて企業の人に接点を持てるタイミングです企業の人や人事の人現場の人と話す機会がありますその時にあなたは何を知りたいですかそれは業界理解企業理解早期選考これによって皆さんが質問したい内容が違いますこのことをきちっとまとめとく必要がありますよねじゃあ次3つ目ね 企業からのですね電話やメールはやっぱり事前にやっぱ確認しておく必要がありますよね。これはですねやっぱり皆さん今ですねいろんなものに登録していることによってですね事前に来てるメールの確認がやっぱりおろそかになってます。これいけませんね。必ずチェックしてください。実は何が変わるかっていうとですねまあ例えば前日までこの予定だったけど今こうなります。場所が変わる時間が変わるやり方が変わる。 まあ特にちょっと今コロナが少し増えてるからひょっとしたらね対面の予定がですねオンラインに切り替わるなんて会社もあるかもしれないだから事前連絡をきちっと見落とさない事前メールが必要な場合もありますそれに対して答えをくださいっていう場合もあるんですよね。その辺を注意してくださいさいあ次 やはり事前にはですね評価されててるるっっことを意識やっぱ持つ必要があるんですねだから必ず評価されてますから皆さんがですねそういう意味で言うとですね見てるんだと見られてるんだってことをきちっと理解した上で積極的に参加するまあそれと必要以上に気にする必要はないですけどやっぱりですねその部分の挙動を見られてるってことを意識すべきでしょうね。さあ それではではすね清水さん8月に何をすべきかって皆さんが悩んでるじゃあ8月ですべきことを整理しましょうまず1就活に必要な学知化自己 PR、まあ、この辺がちゃんとできてるかどうかを見直す一つの時期ですよねまあ出してみた浮かんない場合もある何がまずいんだろうなまずはですねテンプレートに従って書いてみるそして自分のエピソードが本当に強いのか弱いのか、まあ、そういう部分をちゃんとやって弱い場合には夏の間に何をするか考える必要があります。 次各種選考のやっぱ演習をする人があるんですね。まあ、人事社会人の人からフィードバックを受けるこれが重要ですね。そしてビジネス目線で本当に話ができているのか、まあ、この視点皆さんがやっぱり学生目線になってるっていうところを直さなきゃいけませんね。さあそういう意味で言うとですねやっぱりビジネス目線でちゃんと対応ができるかどうか皆さんはですねグループディスカッション実はいろんな企業の選考にあります。グループディスカッション対策は万全ですか グループディスカッションもですね我々はこのイベントでグループディスカッションを何度もやることってグルーディスのレベルが上がるそして企業からのフィードクももらえるそしていろんな企業にも出会える、まあ、そういう意味でですね1つの部分で3つおいしい是非概要欄からお申し込みいただいてイベントでお待ちしておりますさあ8月にすべきこと就活の軸の見直しっていうことが重要なんですね。 これはですね。まあ、インターンシップとかいろいろ行くことによってですね。あれ、ちょっと違うよなって思うことがありますよね。まあ、そういう意味で言うとですね。3月の本番の時期にですね。見直すんだと遅すぎるんです。いろんなね。自分が企業研究をすることによって、どうも持ってたイメージと違う。自分の価値観は違う。これは自己分析することによっても分かってきます。その辺をですね。意識して見直しをする重要な時期ですよね。 そして視野を広げていろんな企業選びをですねちゃんとするってことがこの時期大切この夏休みの使い方によってあなたが変わりますさあこの動画が役に立ったら高評価ボタンそしてチャンネル登録そしてご意見やったら是非お待ちしております